はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、石津ギミックは楽しんでいらっしゃいますか？私ムドラとかいう最強モンスターのロイヤル加工が出ましたので、煽り性能がアルティメット高いと、言われているんですけどこのモンスターねちょっと顔うざいし、で今回は何やっていくかっていうと、ちょっと見てくださいこれ、なんか墓地肥やしたら僕が考えた最強デッキみたいな雰囲気になってるんですけども、デッキ名芝刈り石津パンクサンドラカオスネクロフェイズです結構ふざけて作ったんですけど結構強いです。これどういうデッキかっていうと、とりあえず石津ギミックを採用していて、まず墓地メタができますっていうのにプラスし、墓地を肥やせますと、アギド、ケルベックがね、だから墓地が肥やせたら強いデッキっていうのを、強いデッキギミックっていうのをたくさん入れたんですよ。ライトロードとかもそうなんですけど、今回ちょっとライトロードはね、デッキ破壊の方でやったので、ライトロードじゃなくて、例えば、白雪使って、サンダードラゴンを除外するとかね。はい。とか、あとパンクですね。パンクってのは、セアミンから動けるんですけど、セアミンから、カオスルーラー、そして、ジ・アンデッド・ヴァンパイアまで繋がるので、ここで一応墓地が9枚肥やせることが確定するんですよ。通ればね、展開が。セアミンとテグナコストから、カオスルーラージアンデッドまで行くから絶対9枚墓地は肥やせると。でさらにそこの9枚の中に例えばケルベックとかね、アギドが落ちればまたさらに、墓地を肥やしていけるということで、かなり強いで、しかも芝刈りも入ってるから相手が40枚デッキであればさすがに最強と。まあ結構ねその芝刈りとか、アギドケルベック対策で、デッキ60枚にする人もなんか増えてきそうな気はしてるので、まあここちょっとどうなのかなっていうのは思うんですけども、墓地超えたら最強の要はギミックをいっぱい入れて、で地雷雪とかで除外して墓地リソースをなんか使って上がっていくみたいな感じのデッキですね。はい。で一応ねテューダイハーツ結構少なめなんですけども、デッキの中にね、一応ですねこのバーミリオンデクライラーが入るので、これ入れました。はい。でねウララとかいうカード、あれなんか入ってないんですけど、増字打たれたらもう貫通してください。貫通。うららって結構、相手の展開止めるっていうか、なんか、増字を止める札として結構僕採用してたんですけど、このデッキは増殖する G が打たれたら、貫通して動いて、相手のデッキを破壊できるんですよ。なので、増字打たれたら、アドだと思って動いてください。もうひたすらに。はい。そんな感じのデッキと、なっております。早速ですね、このデッキのパワーを見せていきましょう。デュエル。スタンバイ。あーあーいいよ、バーミリオンデクレアラー君来た、神。いやバーデクマジで強え。とりあえず一回セアミン君を召喚、セアミン君かセアミンちゃんか知らんけど、セアミン君を召喚、効果発動、入輪大回転。バーミリオンデクレアラーでこのねウララ増地をねバチコルと弾けるの強すぎまして、でここでコストケルベクっていうガチでやばい犯罪ムーブをして、手札ガンギマリオッツさあセアミン君の効果によって特殊チューンを手札に加え、さらにケルベクの効果発動、お互いのデッキから5枚墓地を振るぜ。何、あイーバ、神イーバ持ちる、あまるに最強イーバの効果、あちょっと1枚しかないか、しょうがないな、1枚除外して1枚何かのカードをサーチすることができるぜ。バーミリオンデクレーラーをサーチ、ムダラも転職なんでもう一回効果無効にできますおこの敵強すぎるだろ。そして、ノーパンクフォクシーチューンの効果、手札を一枚墓地に送って、ケルドでいいか、これハンドなんかめちゃくちゃ寄ってんな、石津に、石津に寄ってでもセアミンが1枚引けてればね、こっからパチンコできるんで、さあパチンコ開始していくぜ。レベル5のディアーノートにレベル3のセアミン君かセアミンちゃんをチューニング、シンクロ召喚、現れろ、カオスルーラー、そしてカオスルーラーのシンクロ召喚成功し、効果発動。カオスルーラーが着地すると、一応ね、5枚墓地肥やしプラス、この後の、ジ・アンデッド・ヴァンパイアまでいけるんで、9枚墓地肥やせることが確定しまして、で、この9枚の中に、一応、アギドとか、ケルベックが入ってると、さらに5枚、10枚墓地肥やせるんで、一応カオスルーラー出せれば、最大19枚くらい墓地肥やせるっていうギミックです。はい。強すぎますね。で、特定のカードを手札に加えていく。で、あちらにもちろんネクロフェイスも入ってます。60枚にしてネクロフェイスを入れることによって、相手のネクロフェイスギミックを崩壊させるっていう、そういうね、
魂胆となっておりますが、まあとりあえず、一回ディアノートを吸収しとく。いいか、セアミンで。セアミンくんかセアミンちゃんを、ちょ、セアミンが男か女か教えてくれ。わからんわからん、どっちなのか。もう一発いきまーす。さあ、フォクシーチューンとカオスルーラー2体のモンスターを使って、ジ・アンデッド・バンパイア・エクシール召喚、モンスター効果発動、オーバーレイユニット、1つ使うことにより、お互いのデッキを4枚持ちのくる。フルーッ。あ、ちなみに、これ、このギミックで石津ギミックに弱いです。あー、なるほど。これ、フォクシーチューン。相手が石津ギミック使ってると、普通に自分の墓地のモンスター戻されて、マジ激ウザなんで、そこがちょっと問題点ではある。あー、トリック・クラグ来た。トリック・クラグの効果。1000ライフ払って。あ、違う、ダメージを受けながら特殊召喚。セアミンはどうでもいい。セアミンの打点が上がるとかいう効果は結構どうでもいい。で、パチコリー。痛すぎ。で、カオスルーラーのモンスター効果発動。自分の墓地から光属性と闇属性のモンスターをゲームから除外することにより、もちろんネクロフェイスが除外されるぜ。うわー、ネクロフェイスを除外し、再び現れるカオスルーラー。なんか除外されろ。ネクロフェイスってなんか除外されろ。パチンコ開始。神大当たりきた。ハイパービッグボーナスゲット。これが楽しいんすよ、このデッキ。これが楽しいんすよ、このデッキ。最高じゃないですか。あまりに神。今のは神すぎた。妨害立てるか、一応。これは一回ちょっとマスカレーなお姉ちゃんを出して、でレベル8、2体で、ちょ待って。テリトリできんのね。でテリトリー効果発動、ゲームから除外することによって除外されている通称ができないモンスターを、デッキで戻しながらカードを1枚ドロー。なるほど。あ、ケルベク最強。これも誘発になるんで普通に強いです。そしてレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れろ。ギャラクシーアイズフォトンロード。さらに超雷竜サンダードラゴンのモンスター効果、超雷竜の効果により自分の除外されている雷電竜サンダードラゴンを特殊召喚し、雷電竜サンダードラゴン一体で融合召喚。うんこやな、このなんかそのネクロフェイスで運ゲー仕掛けてサンダードラゴン除外して超雷竜ってマジうんこだな、これ。うんこだな。ちょっとエルフだけ出してみますか。エルフはちなみに相手のフェイス上にモンスターが存在すると自分の墓地のリンクモンスターも蘇生できるんで、マスカレーナは帰ってきます。後でな。そして、自分の墓地の、あ、ギアしかねえんだ。まあ、いいや。ギアを特殊召喚して。そして、まあ、このくらいで勘弁しといてやるか。ウズラ出す意味でもないしな、あんまりな。あ、バロネス？バロネスは出さなくていい。超雷竜の方が強いだろ。さあ、これで、相手はもう、スプライト結構サーチ入るんで、ちょっと超雷竜結構きついと思うんですけど、多分ね。まあ、あのデッキ、墓地リストもそんなないしな。サーチは入んないから、それは普通に召喚されるだけ。まあ、いいでしょう。いいでしょう、いいでしょう。まあ、展開、多分するときに、まあ、ある程度の、ブルー、はい、特殊召喚するだけ。特殊召喚するだけ。あ、ちなみに、超雷竜くんはリンク先になってるんで、エルフの、対象に取ることはできません。ゴミ。あー、ギガンティックスプライター来た。だるいな。ギガンティックスプライトはだるいな。まあ一応その効果発動は、フォトンロードで無効にしていく。はい。でもこれ効果発動した後さ、あれだよね。西までつくよね、もうね。西までつきましたよね、確か。これね。一応効果は無効にしますけど、制約は無効にならないかったと思われる。ので大丈夫、多分。メインフェーズ終了前。一応エルフ効果と。でも、これ、ちょっと待って。どっちだっけ？俺、これで重ねられんだっけ、これ。ちょっと待って、これ戻した方がいい。戻すか、一応。ちょっとわかんねえ。どっちだっけ、これ。これ、制約って無効になるんだっけ？ちょっと待って、万が一アーゼウスできたらめんどくさいから、ちょっと、一応戻すわ。ちょっと、わかんなくなってきた。マスカレーナと、ガンマで、リンク召喚して、トロイメアユニコーン。そして、トロイメアユニコーンのモンスター効果はどう？トロイメアの効果によって、相手のギガンティックスプライトを戻していく。 OK。 そしてケルベクの効果発動。さらに、じゃあマジでしなきゃ落ちろ。
白雪、白雪、なぜ白雪が落ちない、何してんだ白雪どこ行ったんだよ。ああ、スターター、強い、よいつまだ展開してくるというのか、貴様はまだ展開してくるというのか。ぼっちめた一応あるんですけど、やばい、あいつまだ展開してくる、やばい、ちょ、またこれギガンティックスプライター来る、え、やばい、来た、ギガンティックスプライター来る、ちょ待って、え、これで俺アーゼウス重ねられたらちょっと泣くんだけど、さすがに。あ、でもバーデックあるけど、バーデックあるけどとはいえだな、バーデックあるけど、多分これ、え、待って、この上にさ、ダウナード重ねられるんだっけ。いや、ほんとにそういうことだけやめてほしい、勘弁してください、お願いします。あ、じゃあ固まってんの、オッケー、アプレー、いや、そうだよね、なんか制約でさ、なんかアーゼウスできなかった気がするんだよな。オッケーオッケーオッケー、ギガンティックスプライドの子が使ったから、でもフォトンロード強、最強か、白雪遅えよお前、遅えなお前、遅えんだお前は。カオスルーラー効果発動、カオスルーラーの効果により自分の持ちの光属性と闇属性のモンスターをゲームから除外し、これはこれでいいな、自身を特殊召喚していく、あらあらのカオスルーラー3回目の召喚ムービーどうぞ。さらに、ライデンルーサンダードラゴンの効果、ライチョウリュウサンダードラゴンの効果も、もうもはや発動するぜ。ライチョウリュウの効果により打ち出の小槌ができるぜ。打ち出の小槌によって、まあ、これセアミいらねえからセアミをちょっと戻して、そしてカードを白雪を戻しよっか。あ、緊急テレモード来た、え、これガンマ残ってる、ガンマ残ってたら神、緊急テレポート発動、あー、男の子しか、か女の子か分かんないやつしかも残ってない、ミスったよく見てなかった、でもあんま時間ないから、あんまり見れてる時間ない、適当に展開して、これあれですかね、あいつ破壊すれば勝ちですか。ユニコーンくんと、もういらねえから、ここか、風をつかめ、アクセスコード投下、アクセスインテグレーション、打点アップで、アクセス効果、これちなみにまだ別に展開できるんですけど、まあ、殴ったら勝ちなんで殴りますか、攻撃表示に変更してバトルフェイズだ、うおーオーバーキル、対戦ありがとうございました、なんて強いんだこのデッキ、これはティアーゴッドだな、あー、何もないので展開ご自由にどうぞ誘発そんないっぱい入ってないんで、高校は弱いですね、はい、明らかに。一応相手が石突きビック使ってくれると動き出せるみたいな時ありますけど、たまになんか相手の石突でこっちの石突きビックが反応して、なんかめっちゃポチこらせて、でなんか白雪が飛ばせるみたいな時あるんで、普通にで白雪でね、次のターンの準備できるみたいなことはあるんで、相手の石津ギミック の起動は結構こっちにとってはね、とても嬉しいようなデッキとなっておりますが、まあ、ルベリオン、これケルベックがあると結構強いんだけどね、ルベリオンをケルベックでバウンスできるんで、相手融合できんとかあるんですよ、普通にめっちゃ強いんですけど、まあ普通に何もないんで、そんな何もねだりはし、しても仕方ないんで、これはどこまで行くんだ、無限包囲を捨てるってどんなハンドそれ、赤の楽園絶対あるやんそれ、ミラジェイドまではよろしい、いいでしょう、ミラジェイド来る、ミラジェイドってさ、まあ、正義の味方なんですけど、一応ストーリー上ではなんか見た目邪悪すぎませんなんかミサイルみたいなのめちゃくちゃ後ろ飛んでしよう、参戦強そうだが、まあ、とりあえずフォクシーチューンの効果を発動するぜ。フォクシーチューンの効果により、自分の、デッキからファンクモンスターを1体手札に加えることができるぜ。なんかあんだよな。なんかあんだ。うららだったら、まあ、セアミンに打つよな、多分な。まあ、とりあえずちょっとノーパーク。ディアノートの効果を発動。手札のセアミンを見せつけることによって、どっちかを特殊召喚できるぜ。あー、キモいけどもう行くしかねえ。関係ねえ。マジで関係ねえ。マジで関係ねえ。もう増殖する字は貫通して動いていくしかねえ。貫通して動いていくしかねえ。さすがにセアミンを特殊召喚していくぜ。そして、セアミンのモンスター効果を発動。
セナミンのオンスター効果により、あー決め、くっそ決め、しょうがねえ。ゾウジウララ撃たれました。ゾウジウララ撃たれました。愚かな枚数をする、愚かな枚数で、さすがにこれケルベックとか落とさんとあかんよな。これ白雪とか落としてる場合じゃないから、ケルベック落とす。でケルベックのモンスター効果発動。まあ、これでウララが取らない、あ取らんじゃない、打てないのはまあ強いわ、うん。でトリッククラウン効果発動。トリッククラウンによって自分の、墓地のトリッククラウンを特殊召喚していく。そして1000ダメージを受ける。そして光属性何いんの。あんま強くねえな、あんま強くねえ、いくしかねえこれ。デクララーディバイナーをゲームから飛ばし、コラプサーペントを特殊召喚。そして全然使ってくんねえな、チキショー。なんか使っていただいた後のミラージェードパクる予定だったんだけどな。使ってくれた後のミラージェードパクる予定だったんですが、普通にミネルヴァを特殊召喚していく。でもね、使っていただいた、ここで使われると逆にめんどいわ。使っていただいた後のミラジェイドかなりめんどい。これ参戦の際にチェーンしてミラジェイドを使われて、ミラジェイドをね、自分自身除外するみたいなことをされると一番めんどくさいんですけど、これやばくね、やべ、参戦の使いどころを見失った気がする。やばい、ちょっと待って、これで、これでもさすがにこれ参戦でドローするしかなくね。参戦の使い方下手くそか。いやもうどこで打ったところでな、なんかミラメがあるからな。ちょここで2枚ドローするわ。ちょっと破れてください、お願いします。はい、赤み赤み赤み、アギドこうか。でさらにセアミンはどうでもいい。よっしゃ、落ちる、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、カオステリトリーの効果を発動するぜ。オッケー。これさ、特殊召喚繰り返したら相手のデッキ破壊できんじゃね。相手のデッキ破壊できそうな気がする。さあ自分の墓地に存在するフェアリーテイル白雪のモンスター効果を発動していくぜ。雷電流、雷獣流、ネクロフェイス、ネクロフェイス、クソやばいモンスター除外できんじゃんこれ。さあ相手のデッキトップ15枚は除外されることが確定したぜ。うわーうわネクロフェイス効果発動、ネクロフェイス効果発動。あ、てか手札のネクロフェイス除外するの忘れた。まあ、いいや。ジャイアントレックスのモンスター効果発動。さらに雷獣竜の効果発動。さらに雷電竜の効果発動。そしてゲームから、除外されている、雷獣竜のあれか、蘇生先ねえや、もう、あ、すいませんすいませんでした。でジャイアントレックスを特殊召喚。あ、ドローしろよ。ネクロフェイス効果フルル12。いや、いける、7回はいける、7回特殊召喚したんでしょ。7回ってか8回か、だから、いや、いけるでしょさすがに。これさすがにいける。これ何このチェーン。なんかあれから墓地に落ちたカードかな。まあ、とりあえず雷鳥竜効果発動。雷鳥竜効果によって自分のゲームから除外されている雷獣竜サンダードラゴンを特殊召喚し、さあ雷獣竜サンダードラゴン1体で、融合召喚をするぜ。超雷竜サンダードラゴン、うわー。ちなみにサーチはできないけどドローはできるぜ。サーチはできないけどな。そして、一旦ちょっと白雪くんとジャイアントレックスをリンクサイにしてリンク召喚。あらあれよマスカレーナ。さあドローどうぞ。そして自分の墓地に存在するフェアリーテイル白雪のモンスター効果、自分の墓地のネクロフェイスを除外する、あ、自分の墓地じゃねえ、自分の手札のネクロフェイスを除外していくぜ。うおこれ絶対、これ絶対退治つけた方がいいでしょ。これ名称退治つけろネクロフェイスに。これなんでこのカードが制限カードになったか覚えてないのかコラミ。うおー、ゲームからカードめっちゃ除外していく。そしてなんかフィールドの召喚、召喚権使ってないの草、召喚権使ってないの草。暇なのでアポログサ出して、はい、
はい。さあ、ドローできねえカードがねえプレイヤーはどうなるか知ってるか。さあ、カードをドローしてみよう。うおーうおーっと、はい。増殖する字打たれるのはマジでアドでしかねえわ。よし、高校ゲーム参加権は引けている。これは悪くねえハンドだ。増殖する字が通んなかったらちょっときついな。でもこれさすがに次元要塞兵器。え、ガチヤバいカード入ってない。ヤバ石図ガンメタデッキやっけ、キモ。あ、キッショ、あ、キッショ。それ何この謎ギミック、次元要塞ネクロバレーとか。石図殺しに来てるやん。完全に石津殺しに来てる草なんだけど、やばい。ちょっとこれどうしたらいいのこれ。次元要塞兵器突破できんくね、これ。待って、ちょっとカオステリトリー発動するでしょ。ネクロバレー、これやばくない？普通にやばいわ、ネクロバレーとかいうカード。ちょっと待って、やばいこと起きてる。やばいこと起きてる。ワイバースター、あ、いや、これでいけんじゃんこれ。お前ちょっと一回お前黙れ。よし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 。ネクロバレーどうするか問題だな。あとネクロバレーどうするか問題めちゃくちゃある俺。ちょっと待って、ネクロバレーどうしよう。白井君出てこれない、カード除外できない、増殖するち、カカーナセットすると俺打てないよ俺実質。ネクロバレーは私どうしたらいいんでしょうか問題発生中なんですけど、これなんか、ハーピーの羽帽子とか入ってないんですけど、僕。ネクロバレーの玉座、やばい。誰かかも、打点高打点高、まだいんのか、お前、まだいんのか、やばいって、これやばい。ちょっと待って、もう、墓守の司令官抜けない問題が発生してる。だって墓守りの司令官の2100俺抜けない気がするんだけど。ドロー、オロマイ、なんかさ、オロマイでさ、あ、打てない。やばいって。ちょ、次元要塞兵器とかいう謎の機械強すぎるって。これが次元要塞兵器環境ってやつか。